まず最初は中国系アメリカ人ジェイドさん。ジェイドさんはこの大会の新人コンクール部門で見事チャンピオンに輝きました。まずはその演技をご覧ください。とても綺麗な方ですね。マジックの世界にもジェイドさんのような綺麗な方が多くなりました。さて続いてはお米を使ったマジック。中国では昔からお米には不思議な霊力があると信じられています。あらら、お米があんなにたくさんに増えました。なんと不思議、お米が水に変わってしまいました。おまじないの紙のようです。あら破れてしまいましたね。困った顔をしているジェイドさん。一つも二つも同じだ。破ってしまえ。しかしご覧ください。見事に元に戻りました。そのおまじないの紙に水を入れます。どういうことなんでしょうね。水の湿った紙があのように細かく宙に舞ってます。信じとは思えないジェイドさんの堂々